行政書士への道シャイニングフューチャー皆さんこんにちはフォーサイト専任講師の福沢です、えー、始まりました行政書士への道シャイニングフューチャーこれもね飽きてきましたねはい、えー、シャイニングフューチャーということで、えー、まあ講義ではねお話ししないようなお話ということをね、えー、心がけてやっていきたいというふうに思いますで今回はですねまあ1月ですのでね 1>, 1月らしいトピックスをねお届けしたいかなと思います。それは何かというとですね新年会が多くて困るというお話なんですねであの、まあ、行政書士会というのにね開業すると入会するんですけれどもこの行政書士会というところはですね非常にこう新年会というかね、まあ、忘年会もそうなんですけれどもそういったね、えー、なんて言うんでしょうね、まあ、会合というかね飲み会というかが好きな会なんですね。 なのでで各地で、ねえー、飲み会が行われますす、まあ、新年会ですけどねでまずは、ね、本体たる行政書士会の新年会で所属する支部の新年会で、えー、仲のいい行政書士さんたちで集まって新年会あとねあの連合会っていう全国組織があるんですけども日本行政書士、えーじゃないえー、日本行政書士会連合会というのがありまして最近ね虎ノ門に移ったんですけどね昔は目黒にあったんですけど。 虎ノ門とか目黒とか言ってもね地方の方には分かてらいかもしれませんけども目黒区にあったものが中央区に移ったということでね新しくなったんですけれども、まあ、そこでもね合資交換会というのをやりますなので、まあ、最低でもね、まあ、3つか4つにはね行政書士になると、まあ、新年会のお誘いが来るというお話ですねあの一生懸命勉強されている皆さんにはね申し訳ない話ですけれども、まあ、新年会ということでね今回はお話をしました次回またお楽しみに